はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、都市ミナティチャンネルでございます。はい、お願い。誰？インターホンになりましたね、今。なりました？ちょっと行ってきますね。はい、はい。はい。え？僕は宇宙をへこませたい？何言ってんだ、この人は。何？海軍に行くくらいなら海賊になった方がいい？なんか言ってきますわ、これなんか。30代や40代のアーティストが斬新なものを生み出して会社に貢献できることはめったにない？帰れ！ちょっと変なやつが来たみたいです。すいません、申し訳ない。変なやつってどんなやつだったの？スティーブ・ジョブズ。いえ。は？スティーブ・ジョブズでした。スティーブ・ジョブズが来たの？はい。だけどなんか変なこと言ってきたから。うん。ちょっと追い返しました。追い返した。はい、すいません。おい。え？スティーブ・ジョブズが来るわけねえんだよ。毎度だけどさ、うん、いつ上手くなるのこれ。いや、わかんない。いつ来んだよ。毎回半年でリセットされる。どうやってたっけって毎回思うんで。誰も来てないです。すいません。僕の幻聴でした。申し訳ない。やばいこと言い出したと思ったよ。幻聴でした。誰か来てんのかなと思った。うん、来てほしかったんですかね。すいません。さらっといくんだそこは。いいの？これ毎回さ、もうそれはいいの？そう、難しいのがさ、うん、あのこれ僕がやった後に自分の回に入るんですよ。そうだよね。これなかなかね難しいんですよね、入るのがね。スティーブ・ジョブズの話はもう終わりでいいの、ね？終わりです。ああ、アップル作ったやつ、iPhone 作ったやつ。ひどいな。うん。あね。あ、その名言を拾わないでいいのね。そうそう、別にそういうことはないですね。はい、はい、言ってたみたいですよ、はい、いやいや、あんまりピンとこなかったよ、うんね、名言ばっかだったけど。そうそう、うん、海軍に行くくらいなら海賊になった方がいい、うん、なんかワンピースみたいなこと言ってんですよね。なんでそれがジョブスなんだろうって思ったの？僕は宇宙をへこませたいですって。やばいね。こんな言ってるんですよ。でもね、ジョブスちょっとあの、うん、お薬やってた時期あったらしいからね。あ、そうなんすか、うん、そういうことだと思いますよ、うん、でもいいことも言ってますよ、やっぱり。うん、あなたは残りの人生も砂糖水を売ることに費やしたいのか、それとも世界を変えるようなチャンスが欲しいのかですって。ああ、なんかコーラかなんかだっけ。そう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 、 あったね、それ引き抜きですよね。なんだっけ。そうそう、うん、引き抜く時ですよね。そうだよね、うん、あ、これかっこいいですよね。聞いたことある、それは、うんうん、砂糖水だけじゃないですけどね、コカ・コーラ売ってるのは。うん、まあでも代表的なね、まあね、例がね、うん、前も鉄くずってんじゃないかって言われるかもしれないしね。、うん、確かにね。はい、そんな感じです。はい、では行きます。教えて都市伝説。はい、これ我々が話したい話をするというような企画なんですけれども、うん、今回私が話したいのはテレビ番組に起こったありえないミス、うん、というのを今回は話させていただきます。はいはいはい。なんかあなたやっぱり結構ね裏方で入ってますけれども、はい、どうですか、なんかミスとかありました？あったな、おい。僕はちょっと一回もないです。あったな、えらいクレーム入ったことあったな。ないですよ。ありもない言葉を作ってクイズにしてえらい問題になったやつ。知らない、ね、僕はその辺はあんまりタッチしてなかったんで。あ、まあそのチームね、はい、あれですけど、そうそう、まあ、結構ねあるんですよ、うん、やっぱりね長く、うん、なかなか大変なことにはなってましたね。とね、はい、そうそう、なんか例えばですけど情報が違うとか、うんうん、誰々さん出てるのに下の名前ねは違うとか、うん、名前ね間違えられたりとかね。そう、もう結構名前、はいはい、もう8割9割名前間違えられてますけど、そういうことがあるんですけれども、うん、そのレベルでない結構な、まあボンミスレベルはねまだあれですけど、うん、そうそう、ボンミスはいいんですけど、うん、なんやこれみたいな、ありえないミスって言われるとどんなんかなと思うよね。まあ今回ですね、うん、まあ、やっていくんですけれども、最初は結構有名な番組のありえないミスからいきます。はいはいはい、まずは一つ目です。2016年4月に福岡ローカルで放送された NHK ニュース、うん、こちらで番組が終わってアナウンサーが頭を下げた瞬間、うん、その隣にいたスタッフが画面に映り込んでしまった、うんうん、すぐにスタッフも異変に気づいたが時すでに遅し、もう映り込んでるからどうしようもないんで、うんうん、スタッフはここで思いもよらぬ行動に出るんです。何、あなたはどうしますか、映り込んでしまった最後ね、なんか裏方スタッフが普通のニュースに入り込んじゃった、映り込んでしまってる、その時あなたはどうしますか、もうどうしようもない、どうしようもないでしょ、だって頭下げて終わりなんだから、もう数秒しかない、一緒に頭下げるかな。それいいじゃん、うん、すごいぐらいしかないよね、出演者みたいな感じでね、うん、それだったら多分正解だったかもしれない、うん、ただこの行動が問題にならない、うん、
ちょっと謎を呼んだんですよね。なぜこんなことをしたかと彼は。いや、やりようあんまないよね、うん、選択肢が。慌ててその場を立ち去るとか、ちょっとそれみたいに頭を下げるとかではなく、うん、彼は目を閉じるっていう。まあ別に、え、どういうこと？目を閉じる？受け入れたみたいなこと？ギュッと目を閉じるんですよ。えお、うん、ちょっと想像つかないな、ね、ちょっとピンとこない。調べれば、福岡ローカル NHK ニュースとかで出て調べると出てくるんですけど、こういうギュッと目を閉じる。ああ、見たことあるわ、俺これ、ね、うんうん。かなり話題になりまして、これがね、ネットで。メガネの人、そうそうそう、思い出した今。ください、うん、ほんまにギュッと目つぶってるんで。なんだろうね、透明になったみたいな感じ、うん、どうなんだろうな。なのかな。もういないですよってことじゃないのか。あれなんじゃない、その要はカメラを向けている裏方側が見るわけじゃないですか、うん、この人からしたらね、うん、みんな中指つけてたんじゃない。それで中指見たくないから目をギュッとつむったとかね。しかもそこそこなんか偉いポジションっぽい人だよね。ぽいぽいぽい。 AD のね、若い子とかじゃないもんね。だって AD バッグ持ってないもの、ね、この人は。不思議よねそれ。そう、年齢でいうとまあ D とか P とか P っぽいよね。そういうタイプじゃないですかね。それでなんで急にそんなことしちゃったんだろうね。いや、わかんないです。もしかしたら油断してたのかな。終わりなのか、終わったって思ったんだろうね。終わったと思ったんかな、多分ね。でもニュースなんてさ、あざました、うん、終わりじゃん絶対に。まあそうだけど、漫才と一緒、あざました、うん、終わりなのに、なぜありがとうございましたの前に入っちゃったか、うん、それかそこは映んないと思ったのかな。最後引くじゃん、まあ、そういうのもあるよね。ニュースってふーって引くから、うんうん、時に引く時のカメラのカメラワークっていうのに追いつけなかったというか、その頭になくって映り込んだのかもしれないですね。いや、慣れすぎてって逆にパターンかもね。その、うん、そうですね、いつもここ映んねえだろうって思ってる、うん、みたいなね。だそれちょっと見ていただきたい、ね、皆さんにね、これ面白いに調べてみてください、うん、2つ目でございます。2つ目は24時間テレビから。おお、生か、はい、うん、生放送なんですけれども、これもなかなかその場に、うん、居合わせると、うん、ちょっとするうわーって思っちゃう事件。それは裏方としてってこと？裏方もですし、うん、出役も、あと歴史、今までの、うん、っていうものがゾッとするようなやつなんだ。ゾッとするなという2007年なんですよ。そんな10年以上前ですね、まあ、結構前かも、うん、24時間テレビで、24時間テレビの深夜枠で、うん、ネットコマーシャル、あー、はあ、はあ、あったね。まあ、ネットに入れば入るほど CM で使える時間が与えられると、うん、なんか時間を与えるね、そのネット風呂に長く使った分だけコマーシャルの日が与えられる企画なんですけど、そこで小島よしおさんが風呂に入るんですよ。あ、熱風呂にね、熱風呂にやめろやめろって言いながら、うん、ザブーンって入るわけですよ、うん、そしたら本当は熱いはずなのに、うん、熱々っていうリアクションが普通ですよね、うん、当たりだよね。そんなの関係ねえって言って、うん、全く熱がる様子を見せない。お、熱いでしょ、熱々ですもんね、うん、そんなの関係ねえって言って、おっぱっぴーって言って、オーシャンパシフィックピース、うんうん、なんですよ。で、いや、おい小島、うん、それネットだろって突っ込まれるんですよ、うん、そういうボケよね、だから、うんうん、したら、いや、全然熱くないみたいな。え、熱くなかったの？どっちの？熱くなかった。だから本当はどっちだよ、熱くないのに熱いというリアクションをしなきゃいけないのに、うん、彼はもう天然なのか、そんなの関係ねえから、熱々風呂と言われているね、もう透明のね、まあまあいわゆる伝統芸の中に下半身だけ使っておっぱっぴーしてました。はあ？で、やばいねそれ。現場の空気さして、うん、顔面が真っ青になります。やっちゃったってのは分かったんだ。そう、そんなの関係なくなくなるっていう、うんうんうん、それ見たいですか？まあ見たいっていうか、これネット風呂のこれも出てきます、調べたらね、うん、それどこまでそのスタッフのミスなのかな。本当に熱々はやるつもりなかったの、うん、ないと思いますよ。冷めちゃったのかな。いやいやいや、もうないと思いますよ。単純にお前らはプロだからやれよってことかな、うん、だとしても見るとやっぱダチョウ倶楽部さんもいらっしゃるから、うん、多分先にやったと思うんですよ。そっか、あんなになってるから最初ならまだしもね、あとやったら先の人たちみんな損するね。そうなんですよ。あ、ダチョウ倶楽部さんとかってやっぱ熱くない風呂に入って熱々でリアクションしてるんだって。なるほどね。そうやっても
ね、うんうんうん、なるほど、絶対熱いじゃなきゃいけないんだけれども、いやそんなの関係ねえ、はいおっぱっぴー。えでも俺別にいいと思うけどなそれ、うんまあね、なんかそのうん、でもそれ ロックだわ、ロックなんかそれを芸人さんじゃない人がやるのはいいと思うんですよ。ああなるほどね。ただその、まあ、先輩に泥をかぶせちゃう感じはあるよねっていう感じがあって、うん、すごく問題になったという回でございます。それ打ち合わせあったのかね、どっちなんだろうね。えでも熱湯風呂に打ち合わせある、もうあんな伝統芸能みたいなもん。いやだから分かりますよねのあそういうことやつをやったのかなと思って、あのやけどするほど熱くはないですよっていうのがあったのかな、うん、ちょっとここはね芸人さんですから熱いリアクションしていただいてみたいな、うん、でも言わなあかんのかなやっぱり。いやーあった方がいいでしょ、うん、だってもう二択じゃんそれ。まあね、うん、熱い熱い、ね、究極的なこと言うと。でもさ熱湯コマーシャルなのよ、うんまあそうなんだけど、だってもう無限にコマーシャルできますよ、まあ、24時間テレビ終わるまで使い続けて、うん、どこまでやるかとかも、うん、自分で選ばなきゃいけないじゃんそれ。まあね、もういくらでも我慢できちゃうもんね、うん、まあね、だから どうするかを投げられるの、だからほんまに厳しくないこれ。3分間ずっと入ってきっちり3分コマーシャルしてもらえる、そうそうそう、うん、それでいいのか、うんうん、いやそれはもう熱い熱いって2秒ぐらいで出るのがやっぱり筋なのかな。だってコマーシャルだって小島よしおさんがやってるコマーシャルってそんな別にねドラマとかない、うん、何やるんだろうってのあるよね。そうそう、そんな、ね 不思議ですよね、うん、まあ天然さんといえばそれで済む話なのかもしれないけど、芸人さんからするとネタ潰し次入る人も辛いし、そんなに天然で売ってねえしな、あもう頭いいですしね、うん、彼ねすごい学歴もいいですし、まあというお話がありました。では続いてでございます。続いて2016年熊本県民テレビの人気番組、うん、テレビタミンという番組があります、うん、そこで事件が起きます。何？プレゼントコーナーで、うん、司会者がハガキを送ってきた視聴者に電話をするんですね、うん、電話番号書いてますから、はいはいはい、でそこで繋がったらプレゼントおめでとうございます、 あるある、うん、なんです。で、うん、回線が繋がった直後から、うん、相手がですよ、うん、そのアナウンサー側じゃなくって、うんうん、相手側がなんだよ今更最悪っつって、うん、喧嘩越しなんですって出た瞬間に、そう、うん、なんだよあ今更今更最悪だぜって、まあハガキ送ってすぐなわけないですから、溜まっていたハガキを取っていって、うんうん、まあ、しばらく経って数ヶ月前のかもしれないですよね、でも送ってんでしょ、うん、送ってるんですよね、なんで怒ってんのそれ。でも忘れた頃に来たから腹立ったんじゃないですか、うん、で喧嘩越しの答え返ってくると、うん、まあ、忙しい時に電話をかけてしまったことに対して激怒したんですって。あ、今のタイミングじゃねえだろ、うん、毎度見てねえよみたいな、俺が見てる時に電話してその番組はずっとその時間でやってるわけだから、うん、そうですよ、まあすごい事態ですから、うんうん、慌てつつもどうにかね番組を番組しなきゃいけないから司会者が進めるんですよ、うん、なんだけれども司会者はもう怒り収まってないですね、あんたらねちょっと役に立たんよマジでって暴言を吐き続けて言われるの、うん、でネットではね、うん、これは司会者側が悪いじゃなくてやっぱり自分でハガキ出したら違うんっていうことで、うん、そういう感想が続出して、いやそうだろうね、書いてございます。思うよそりゃ。司会者の困り顔みたいですか？はいはい、あるんですか？そうです。思ってたよりあの若くてかわいそうだなと思ったわ。これもまあ調べていただければ出てきます、うん、テレビタミン、ね、困るな。でも生とかだったらいやかなりきついですよ。切っちゃダメだったのかね。ああじゃあ違う方にしますとかね。あ今お忙しいんですねすいませ ん、でもまた後日っつって、うんうん、ちゃんと切るのがいいかな。まあでも次選ぶとなるとまた段取りとかがね、うん、変わるから。そのハガキってさ戻す箱の中。いや戻さないよ。戻さない。捨てるよ。いやでもね、うん、あその場ではだから見えないようにどっかの下にスッてこう入れたりとかすると思うよ。あんたらねちょっと役に立たんよマジで。いやどう返すかな。かなり切れまくってますね。すいませんとかしか言いようないか。そうよね、忙しいところ本当申し訳ないこっちもねみたいな確認してるわけじゃないんでとかって言うんすかね。むず。うん、ね、一流の人はむずいと思うわそれ。そうなんですよ、むちゃくちゃ難しいという、うん、まあこういうね運が悪くという感じでございます、はいはい、続いていきます。続いてはですね、まあ、地方だけではなくフジテレビのねバイキング、あ最近ここ行こうかなと思っております、うん、2014年に起きたみたいですね。
うん、7年前か。結構前か。そうですね、うん、この日はですね USJ スペシャルと銘打ちですね、うん、司会の坂上忍さんのためにクリスマスショーを再現するという企画があったと、うんうん、その中で担当マネージャーさんからね感謝のメッセージがサプライズで登場するわけですよ、うん、でその感動的な内容に坂上忍もねあの坂上忍さんも涙を流すんですよ、うん、見たことないそんな、ねうん、ありがとうと、うん、感謝ああそうかってただ後にこのメッセージに対してネットである指摘が出るんですね、うん、ちょっと気づくかどうか先に、うん、その指摘に対してね小さいのちょっと言いたいんですけども、はいはいはい、やっと今年も終わりますね、うん、迷惑ばかりで大した仕事もできませんがいつまでも働かせてくださいというものなんですよ、うん、やっと今年も終わりますねで次の行迷惑ばかりで、で次の行大した仕事もできませんが、うん、で次の行いつまでも働かせてくださいって終わりなんですよ、うん、まあ普通の感謝のねまあメールですよね、まあ、そんなにいい文ではねえけど、うん、まあまあなんか、うん、んっていうような気持ちの悪い、うん、不自然さはあるね。そうなんですよ。これ実は、うん、縦読みするんじゃねえってああ思った。アナグラムとかそういう系かなと思ったわ。やっと今年も終わりますねのや、うん、迷惑ばかりでのめ、うん、大した仕事もできませんがのた、うん、いつまでも働かせてくださいのい、うん、合わせるとやめたい。なるほどね。これ見ていただくとやめたいになるわけです、はいはいはい、これ縦読みで、うん、分かる分かる。メッセージになっているぞと、うん、番組内では特に触れられなかったんですって、うん。まあそうだろうね、うん、マネージャーが独断で仕込んだ可能性が高いなるほどね。本気でこれはやめたいんじゃないかということで、うんうん、まあ、その憶測がネット上でそうそう、なんか文としてなんかあんまりパッとしない文だもんね。そうなんですよ。でもさ感謝の文に入れなくてよくない、うん、しかもそれテレビで扱うって言ってるんですよ。いやだからこそでしょ。そうか、うん、どうしてもやめたかった。もうアピールしたいんだよね、うん、こいつとんでもねえから、うん、やめたいんだけどっていうのを世間に分からん、うん、本人には分からんように言いたかったんだろうね。言えないんかね。すっげえだからストレスなんじゃないもん。え坂上さんのだからその、うん、詰められんじゃない、言そんなの言ったら。まあ、そんな感じするな、うん、なんか今でこそさ、うん、そのすごい名司会者みたいな感じでね、うん、まあ好き嫌いはありますけれども、まあね、坂上さんも、まあ、ずっと帯を持ってるし、ね、側もですけど、うん、まあでもフジテレビの中でもすごい人気もんで何個も番組持ってるから。そうです、うん、なんですけど、もともとはさ、うん、結構女性蔑視の、あそうそうそうね、あの それで炎上系、うん、そうですそうですだったよね。だから言ったら今で言う、うん、役者のね、うん、本当にさんまさんの番組とかで、はい、ね、潔癖で女は顔だけでみたいな選ぶとかね。そうそう、そんな感じ。ブザイクなんだから家から出るなよとかさ、そういうタイプだったね。結構むちゃくちゃなこと言ってたんですけど、うん、なんか知らないうちに気がついたらモラルを問う側になってくるっていうね。そう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 、ちょっと待って、ね、言ってますけど、いやこっちからすると結構あなたむちゃくちゃなこと言ってましたよねって。そうそう、こっちもちょっと待ってだよっていう時あるよ、ね、うん、あと昔襟足めっちゃ長かったよねとかねまあまあ長かったですよね、うん、やってた時期あったよね。めちゃくちゃ長かったけど、あれ今気がついたらね、綺麗になっちゃってって、うん、すごい、まあ、清潔感重要だからね、司会者。まあでも頭いいですもん、すごいね、うん、うん、まあ、立ち位置はやっぱ分かってるなと思うけど、まあね、まあ、そういう坂上さんのちょっとマネージャーの疑惑のメールという、うん、ミスというかアクシデントなんですかね、分かんないけど、まあ、その後どうなったんだろうって思うね。そうね、マネージャーどうなってんだろう。もう変わってるだろうけどね、そんな前ならこれいつ気づくんかな。でも感謝されて、これ多分だからネット記事になってから気づくってことだ、ね、いるわけじゃん終わりで、うんうん、終わりで楽屋戻って、うん、ありがとうなほんまみたいな、うんうん、感謝の場あんな風に思ってるとはもう俺も思わんかったよって、まあ、ちょっとハグみたいなね、うん、簡単なハグあったよな、うん、明日からよろしくねって言って気づかんかったんかいこいつって思ってんのかな。思ってたマネージャーか、しめしめじゃない。そっか、ああバカだなーっつって、俺の、あそうか、ほんまにやめたいっていう気持ちもあったけど、ちょっと復讐したい、うん、なんか軽く懲らしめたい感じゃない、うん、 そうね、それって、うんうん、そうかそうか、イメージ、うん、でもそうかもしんない。だとしたらうまくできたって思ったけど、うん、後にネット記事にされちゃって、まあね、お前どういうつもりだこんなやろうってなって詰められるっていう、昨日ハグで終わったのに、うん、次の日にそこまで絵が浮かぶ、うん、ね、うん、あれどういうこと、
いやね、知ってるネット記事みたいので、そうそう、ね、言われそうよね、小杉っちどう思うこの件、小杉っちはなんでそこにいるのその場に楽屋にね、うん、小杉っちいつもいるの、どう思うっつって、ああ、うん、小杉っちは結構イエスマンだから、そうそう、まあまあ、うん、なんとかなんとかみたいなね、かもしれないですけど、まあ、そういう話がありましたよと。では続いていきます。続いてです。続いてこれもね結構有名なんですけれども、2006年に放送された第64期名人戦第1局の解説番組みたいなことでございます。将棋、そうです、うん、将棋なんです、はいはい、山崎八段の解説に対して、うん、女優棋士の矢内さんですかね、うん、矢内さんが断言してしまって大丈夫ですかと返したところ、うん、山崎棋士がしばらくためらった後で、これで当たらなかったら矢内さんを諦めますと急な告白するんです。なんかあったそれ、なんで、どういうことみたいな、全然関係ないですよ、うんうんうん、急に言い出すんですよ、断言してしまって大丈夫ですかと、うん、そのね、うん、なんか予想したわけだよね、そうそう、次の手を、うん、解説してたらね、うん、そしたらこれで当たらなかったら矢内さんは諦めますと急な告白、うん、で現場はもう、うん、変な空気だろうな、数秒も気まずくなって誰も喋らない、うん、どういうことだろうね、うん、で山崎棋士の告白は実らなかったんですけど、うん、それから6年後です、うん、その矢内棋士の結婚が決定すると、婚約パーティーに現れた山崎棋士は壇上で、うん、諦めますと発言して喝采を浴びるというは、うん、一途やったんよ、何こいつ、うん、超はた迷惑じゃん、いやまあまあね、うんうん、あとその次の一手は当たってたかどうか知りてえわ、いやそこ知りたいか別に、いや知りたくないっしょどっちだったんだろう、これもさいつから考えてたのかな、もうこの解説の回でとか、もういや多分俺好きあらばだったと思うよ、言ってやろうと思ってたけど、うん、どこかで、どうやと思う、ほんまやと思う、いやほんまでしょ、どう考えても、ほんとか、いやなんか親父ギャグとかでさ、うん、言ったりとかじゃないんかな、いや普通の流れならよ、うん、あのいやこれが外れたら僕、うん、棋士辞めますよとか、うん、なんかそういう風な冗談に持っていくと思うんだけど、あ、まあね、分かりやすいさ、諦めますというか、ね、うん、坊主にしますとか分かんないけど、うん、諦めますってもうさなんか2段階そうか、好きというのが1個あってそうそうってことだもんね、好き当たり前みたいなの、うん、確かにね、だからそいつの中ではもう当たり前だから、うん、もうなんか飛ばしちゃってそこまで行き着いてるけど、まあまあね、確かにっていうことなんじゃないかな、あの棋士だからさ、うん、もうほんまに先の先まで読みすぎて告白したってなったのかな、そうそうそう、そうなのよ、うん、だからなんてか先なのよそれ、うん、その発言って、そうね、金も金もって言うなよ、金もって言うなよ、怖いよだってそれ、うん、まあまあ誰もがポカーンってなるもん、うん、それだから今出て藤井聡太君が女の子の目の前で、うん、あ大手結婚しましょうって言ったら超怖い、そうそうそう、だってそれぐらいならまだしも、うん、もっと読みが深ければ、うん、別れましょうとか言いかねないよ、付き合っててね、付き合ってもいないのに、ああそうか、うん、怖っ、もうで一旦付き合ったことになっていろいろ経たけど、うん、やっぱり別れましょうっていうのを、うん、そうかそうか、18手ぐらい先をもう勝手に読んで、普通にデートしてて、うん、なったいや怖い怖い、なった何になったんだか分かんないのが怖いとかね、うん、言ったりかも、まあ、でもその後、まあ、その結婚パーティーに現れて諦めますって言って喝采を浴びると、なんてだよ、ここまでがそれいい話で、まあ、だからそれ話題になったんだろうね、うん、棋士会で、で聞いてる人からするとね、うん、いや冗談じゃないと、その場をなんか盛り上げる冗談かもしれませんよって思うんですけど、写真がやっぱあるんでこれも、うんうん、あのねマジの顔なんですよ、ね、目を見れば分かるよね、マジの顔なんですよ、ああ、うん、照れてる感じした見ながら、うん、もじもじしてる、で女性の方はいやーって苦笑い、相手の手を伺ってるよね、あそうね、うん、次の一手を、そうね、そしたら打たないっていう、打たないっていうね、手が来たっていう、帰る予想してなかったろうね、そうね、うん、うん、っていうまあ話があったわけですよ、まああの男女ですからいやまあそうだけどね、仕事中っていうのが問題や、うん、どっちかっていうと、まあね、続いてはドラマいきましょうか、うん、さっきからねちょっとバラエティーとかそういうものが多いですけれども、今回はドラマでございます、はい、2014年にフジテレビで放送されたドラマ最高の離婚、ああ、うん、見てましたよ、あ本当ですか、うん、ここで炎上騒動があったのは知ってますか、
炎上することあったっけ。実はあったんですよ。覚えてないね。まあそのメインキャラクターが何か炎上したとかではないんですよ、うん、というのも第10話に登場する津波達也というキャラクターがいるんですけど、差し出す名刺に津波達也の下にですね、津波ラッキーって書いてたんですよ、うん、まあこれが普通なら何も問題ないんですけど、このドラマは主役の2人が東日本大震災をきっかけに出会う設定だったんですね、うん、そうそうそうなの。だから名刺のアドレスが津波ラッキーのように見えるとのいうふうに指摘が殺到したと。なるほどね。かなりバッシングだったんですね。まあこれ普通に言うとその津波さんがラッキーって名前だからね。そうなんですよ。そう、この男の人がラッキー幸運を掴むためなんですけど、うんうん、まあ、この2人が出会った理由もあるし、そういう描写が多かったからね、うんうん、そういう背景もあるのに、うん、このメールアドレスに津波ラッキーって言えるのはどうかと思いますよということでバッシングが起きるんですよ。まあ、逆にそんなの見てんな、悪意があったわけじゃないですよ。ただその名刺の本当、うん、細かいシーン、ここ、いやだからよくそれをさ、津波見てるよね。そう見てるんですよ。津波ラッキーって書いてる、こクレムリを、うんうん、入れてます。そいつらの方が怖いわ俺。まあ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 、まあ、だってまあね、わかりますよ言いたいことは。それをやりだしたら、うん、どのドラマも一個あると思うよ。まあね、うん、まあ、それ取り上げをするならもので言うと、あの花盛りの君たちへっていうですね、うん、番組かなり人気ありましたよね。2011年フジテレビで放送された花盛りの君たちへ、うん、あの前田のあっちゃんが、うん、あの男だけの男子校の中に入り込むみたいな、イケメンパラダイス的なやつだ。そうですそうです、うんうんうん、なんですけど、そこで、まあ、かなり非難を浴びることになります、うん、というのも前田敦子ちゃんがですね T シャツ着てるんですけれども、うん、T シャツに、なんか覚えてる、そうそう、あ、リトルボーイって書いてるんですよ、うんうん、このリトルボーイっていうのは広島に落とされた、ね、そう、原爆のコードネームなんですよ、うんうん、このシーンが放送されたのがしかも原爆の翌日なんですね、うんうんうん、で、まあ、この日に合わせてリトルボーイ来たのかみたいになって、うんうん、かなり騒ぎになって、そうそうそう、この反応を受けた広島県は放送局に配慮を要請、うん、フジテレビは謝罪、うん、という、うん、絶対誰も狙ってないんですけど、これもまあ偶然だと思うけどね、うん、いやもう絶対偶然だと思うんですけど、まあ、本当たまたま、まあ、だからいわゆる配慮がちょっと足りないんだでしょうっていうことよね。そう、うん、日も近いですし、これはいかがなものでしょうということで、数ある T シャツの中でなぜそれを選んだってなっちゃうってことだろうな。そうなんですよ、はい、っていうね、まあちょっとそう避けようのないというか、うん、まあ、事故に近いだろう ね、うん、うね、やってる側はね、多分かわいそうやな、意味分かってないからやっちゃっただけだから、そうそう、うん、なんですよね、というものなんです。これ次最後でございます。はい、次がですね、まあこれもしょうがないんかなと思うんですけど、うん、TBS の情報番組が Apple Watch を紹介するんですよ。うんうん、でこれ2015年なんで、アップル出たての時ですね、うん、アップルウォッチを紹介するんです。すると思わぬハプニングが起きるんですね。はい、アナウンサーがマイクのところを押しますよと発声したところ、アップルウォッチが殺しますよ、今どこにいるんですかと誤認識する。怖い話。マイクのところを押しますよが殺しますよ、今どこにいるんですかと誤認識する写真があるんですよ。これ怖くない？殺しますよ今どこにいるんですかって追っかけるやつじゃん。そう、アップルウォッチ、うん、すごいね、アップルウォッチに。これいいですよね。それ面白いじゃん、うん、いい話、あの、まあね、階段とかに出てきそう、うん、ただその生でやってるわけじゃないんですよ。ん？生でやってるわけじゃなくて、うん、例えばその、1日前とかに撮った映像を差し込む形で入ってるんですよ。じゃあやめりゃいいな、撮り直しできたのに、うん、だってこれ撮ってるじゃん、うん、どっかで、ね、分かる分かる。なのに、うん、あのマイクのところをしますよっていうところに殺しますよ今どこにいるんですかって、なんかフリーザみたいな。なぜそれを生かしたか、ね、そうなんです、生かしたのかなという、それは、うん、わざとじゃね。気づかなかったってことないか、でもな、ないよな、どう見てもそれは気づくよ、うん、まあまあそうですよね、うん、っていうものとちょっと似たようなものがあって、これがですね S ジャパネットっていう番組、2013年なんですけれど、うん、Google の音声認識が起こしたハプニング、うん、テレビ通販で Android のタブレットを紹介するんですけど、なぜか分からないけど間違ってうんこ女と表示されたっていう。これですね、 Google タブレット、
なぜか運行なっていう言ってるやつがいるんじゃないの、音声認識で、ね、音声認識だから、で何かを言ったら何かを言って、それが5人で運行女、運行女、ウォンカワイ、なんでだよ、運行、運行、ウォン、ウォンカン、ウォンコンナ、ウォンコンナ、ウォンコンナ、掘り込んだ、もう、もう来んな、あ、もう来んな、確かにね、とか、ウォンコンナ、でも元々が何かは分かんないけれども、なぜか音声認識で運行女って出ちゃったっていう、まあ、しゃあないとしか言いようないよね、お話でございます、はい。こういうのがですね、まあいろいろあるんです、テレビというのは。まあ、うん、めったないですけどね、まあ、めったないけれどもね、あ、まあ、あの一部ですけど今回紹介したのは、まあ、これでちょっとね興味持ってもらった方もですね、まあ、調べていただければ山ほど出てくるん で、うん、で僕は結構事故系は外してます、今回誰か怪我したとか、うん、あるじゃないですか、まあ、本当の放水事故は結構あるからね、 そうそれで本当にヤバいのもある、そこはまあ弾いて腕折れたとかさ、そう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 、そ、うん、それこそ何ですか、次長課長の河本さんが骨折れたとかありましたよね、うん、あのあったあった、そういうぬるぬるのやつでね、うん、とか、まあ、いろいろあったり、バンジージャンプで足ついたとかあったもんね、うん、あ、本当ですか、うん、知らないわ俺それ、藤原さんかなとか、あ、すごい、あ、なんかまああったな、うん、うん、とか、ほんまにテレビの映してるのに大喧嘩したやつとかね、生放送でとか、うん、そういうのもまあちょっと弾いてるんですけれども、見てみてください、ぜひね、面白いんで、うん、という今回はですね、まあテレビのハプニングのお話でした、以上です、あざした、はい。